お見合い塾スーパーナコード山田塾長です。大谷選手ね、結婚しましたね。本当におめでとうございます。予想やけど、今日のね記者会見見て、2018年ぐらいにはまだ結婚は考えられないって言ってたんやね。だから相手がおるのに結婚考えられないっていうのは非常に失礼なことなので、多分その時は本当はいなかったと思うねんね。出会ったのがね 3,4 年前っていうから、まあその頃からかもしれへんけど、そっからね3年4年の間に愛を育んだわけやねんけどね。誰にも知られずにお付き合いしてた。何回か行く場所行く場所にいたっていうね、会えたみたいな感じでいたので、これはうちの予想やけど、谷町って知ってるかな、その人を応援する企業とか個人とかね、そういう人応援する人がいてて、結婚相手を紹介するっていう、そういうのがね案外あるわけやねんね。その人たち、谷町の人が自分の娘とかをそれとなく大谷がいるところにちらほら見せてたっていう。だからね、あ、またこの人おるわ、あ、またこの人おるわみたいな感じでね見えてくる。だんだんね親近感が湧いてくるわけやね。ある日喋るといい人だっていう感じでね惚れていくっていうのもあるわけやねんね。今回はね年上なのか年下なのかってちょっと分かれへんけど、そういう人の紹介やったらもちろん年下やと思うし、松坂投手とか谷さんとか柔らちゃんね、一郎もそうやけど、みんな年上、姉さん女房を持ってるやん。だから昔の会見で僕は末っ子の甘えたちゃんやからって言ってたんは、ハキハキした女の人がいいのかなっていうところもあるんやけども、その辺はねまだ分かれへんけど、なんかね前回羽生くんのことがあって年上はなんか怖いから年下なのかなっていう、それか同年代かなっていうところはあるんやけど、野球界でもアスリート案外そうやねんけど、年上の姉さん女房って多いんやね。それはなんでかというと、アスリートって海外に行ったりね、いろんな遠征するやん。だから待ってなあかん時が多い。その時間を自由に自分で使えるっていう人。だから年下の子ってね、私と仕事がどっちが大事なのとかって言ってね甘えるやん。その甘えがない人、一人でおっても十分自分でねいろいろできる人、そういうのがね多いわけ。どっか行ってね、たまにね浮気したりするかもしれへんけど、帰ってきたら奥さんがおる。その奥さんがしっかりね手綱を持ってんねん。だから戻んねん、ちゃんと。大谷さんはどうかな、同年代か一つ上ぐらいやったらいいのになっていう風な感じはするねんけどね。あの人甘えたちゃん言ってたからね、二人とも縁分かれへん言ってたらあかんからね。まあよく昔では7人の敵と戦うとかって言うけど、今は外で戦ってる姿とね家の中の姿と違うからね。でもちょっと一つどうかなと思ったところは、デコピンちゃんを彼女に言わんと買ったっていうね。普通やったらね、去年ねもう婚約したって言ってんやから、犬を飼うにはやっぱり夫婦で相談するやろって。トイプードルが欲しいのか、シュナウザーが欲しいのか、いろいろあるやんか。そういう言えへんって言ってもいい奥さんなんやっていうことは、1歳ぐらい上かなっていう気もすんねんけどね。まあね、うちらとこでねそんなん言ったらね、勝手に買ったんですよ言ってキャンキャンキャンと怒ってくるに違いないんやけどね。大谷くんのね記者会見見てたらね、たまにうんって言うやろ。自分に納得させて話してんねやと思うわ。嬉しいやろね、言ってることが嬉しいやと思うよ。やっぱりね、大谷くんぐらいのね年俸っていうかね、すごいよね。1000億なんてわからん。そんなすっごいねお金を持ってる人っていうのは、相手がそこまでお金に執着してない年代、ひょっとしたら20代、案外うちとかでも20代の女性がね、あったら恋愛っぽくって年収考えないみたいな人も多いねんやんか。でそこをね親が将来性あるかどうかみたいな感じでアドバイスするんで、あんまり女の子はね年収って言えへんねんね。24、5、6って言ったら、もちろんだから考えてる子は考えてるよ。でやっぱり中井くんとか、それから岡村さんとか、そういう人っていうのは当然お金いっぱいあると思うね。それで40代ねなって50代になってしまうと、近づいてくる大人の人はねお金目当てかなって思ってしまうね。若い人やったら若い人でね、自分はもうね40代50代やん。まして20代って言ったらね、子供が欲しい思ったらこれからねお金残したらなあかんなと思うけど、やっぱりいっぱいありすぎるからね、下心はどんなんやっていうね考えてしまうね。だからなかなか結婚できへんかったわ。でも岡村さんはね、うち岡村さんとねずっとテレビの番組で一緒やったんやけど、岡村さんの結婚プロジェクトチームのリーダーやったからね、岡村さんはねやっぱり質が真面目な人でね、だから使わんと家にねお金ずっと送ってたらしいから、お金がたくさん残ってるやん。だからあえてそのもう30年ぐらい前から知り合いやったっていう人と結婚できたからね、それは良かったと思う。昨日今日出てきたな人と結婚したら、なんぼ素直な人でもねお金あったら素直になるよね。女の人って演技できるから、男性はねそれにね何かないのかなってね思わなあかんねんけどね。若いからこそお金の欲はそこまでないっていうのはあるかもしれへんね。まあ今時の人は知らんけど、大谷
に君のような男性を捕まえるにはお母さんも必見、娘にねやっぱり素直なねおおらかなね人と結婚させたいと思ったらどうするか、やっぱりお見合いをした方がいいねんね。それもやっぱりお母さんが管理できるところで相手を探すっていうね。また昔の話したらそんなんもう古いわって言われるかもしれへん、さっき言っとくけどね、やっぱりねうちらのとこに来るね若い子24、5ぐらいからね来る女性、27、8から来る男性はね案外お母さんに連れられてくんねんけど、いいとこの坊ちゃんとか嬢ちゃんが多いね。だからお医者さんの娘とかやったらねやっぱりねお父さんがすごく忙しいからね、昔からあんまりお父さんとね遊んでないっていう記憶もあるわけやねんな。せやからその女の子も私と仕事どっちが大事なんなんて相手にも言えへんし、相手がね仕事をしてるために自分がこうして裕福に暮らせるっていうのがねよくわかってるね。だから医者の娘は医者と弁護士の娘は弁護士とこに行くみたいなね、そういうのが多いわけやね。環境が似てるからっていうところやろね。だから早いうちに自分もそうやし、まだお母さんのね言う通りにしてたらいいんですみたいなねとこもねあるね、お見合いには。だからお母さんがこの人でいいんちゃう、こういう人の方がいいよって言うとね洗脳されて、この人が私の旦那さんなんやみたいなんでねうまくいくね。それはねやっぱり若い時の方がうまくいくし、ちょっと前もねうちのファンやファンや言ってくれてる女の子がね入ってきたんやけど、この彼はええ彼やで、めっちゃええ彼やでって言ってたら、山田さんが選んでくれた人だからすごくいい彼です言って、彼にね親切に親切に思いやりを持っていきやって言ったら、彼女もそうして、だからそういう人って何歳になっても素直やねんけど、24、5の間に親に言われて、あこの人はねいい人やって言われる方がええね。親もねその相手って知らんからね、いい人かどうか分かれへんけど、それは相手の仲人さんを信用して、仲人さんも信用されたら裏切られへんわけやから、あこの人はいい人やでっていう人を一般的には自分で探すっていうのが結婚相談所のね主流やねんけども、うちらはやっぱり仲人さん同士でね、あんたちょっとこの人どう、この人どんな人な、あじゃあうちとこのこの子どうなみたいな感じで手組みっていうのもあるねんな。そういうのもある、相談所もある。やっぱりお互いに擦れてないうち、女の子にしたらね 1、2年会社に行ってね世間を分かって、それから結婚する。うちらは25歳で売れ残りのクリスマスケーキ世代やったから、みんな23から25の間に女の子は結婚するし、男性も25から28ぐらいで結婚するっていうね。今の大谷くんとか大人な世界で活躍してる人は案外大人びてるから結婚もしっかり考えていくと思うね。だから芸能人なんかは本当に今のアイドルって言ったらね、みんなもう結婚も平気でしてるやん。だから一般男性の人はねもっと結婚っていうのをね早く真剣に考えてほしいね。女の子も24、5やったら本当に素直やしね、相手ね見たらすぐにね惚れてしまう。年収なんかねまだ関係ない。男性もやっぱりね25から28やったらまだね年収大したことなくってもいいね。親もついてるし、子供できたら孫孫を言ってね、親はねその孫を取り上げてまでね可愛がるね。元気やから2人でねデートしたりもできるわけやね。だから早いうちに結婚っていうものを考え出してほしい。結婚をしなさいではないねんけど、考えてほしいってことやね。マッチングしてる場合じゃないよ。いいとこに行こうと思ったら、もちろんねマッチングだっていい人はおるかもしれへんねんけど、大変なことになるかもしれへん。だから安心安全なところで活動する方がいいし、自分の知らない世界の相手も見れるのがお見合いっていうねんな。ほんでお見合いって3人ぐらいと付き合えるやん。ほんでいろんな人を見れるやん。だから女子力男子力の練習にもなるわけ。担当がちゃんとついてたら、そんなんしたらあかんわって、こうしなさいああしなさい、人生の勉強になるねん。月会費なんてね勉強代やと思ったらそんなに高くないと思うね。お見合いでね人生が切り開いていくっていう人もたくさんおるし、だからお母さん娘さんが 24、5 なったら、息子さんが 27、8 になったら、仲人型結婚相談所に連れてきてください。その方がコミュニケーションの練習にもなるし、どうしたら女の人は喜ぶんやろ、どうしたら男の人は喜ぶんやろ、わかるようになるね。明日3月2日8時からライブをします。結婚のこととか結婚相談所の裏、やっぱり結婚相談所に対して発信してる YouTuber の人たちのことを聞いてると、案外ね間違えてるところが多い。だから組織はどういうものなのか、結婚相談所はどういうところがあるのか、成婚率 80% って何みたいな、10人のうち8人は結婚するのかどうかとかね、そういうのとか裏を暴露しちゃいます。だから何でもね聞いてほしい。うちのああ言えばこういう仲人としてね、一応ねもう27年もやってるから、いろんなこと知ってるわけでね、一般の人が知らないことを言います。お楽しみに。